ピーマンの脇芽が伸びてわさわさしてきたので、脇芽かきをしていきたいと思います。脇芽が多く生えていると栄養が分散して、てっぺんのところに行くはずの栄養が分散してしまうので、腸がてっぺんの芽に栄養を集中させるために脇芽をかいていきます。とろーりうまなすと後半のパプリカ、カシューのパプリカの種をまいていきます。メロンとスイカの種をまいていきます。スイカはピノガール、メロンはムーンライトとキューピッドを植えてみたいと思います。メロンとスイカの種をまき終えました。ナス大輝の鉢上げをしていきます。ナスの鉢上げ終わりました。生姜の植え付けをしていきたいと思います。さっき段ボールから開けたんですけど、なんかちょっとぐじぐじしてるところもあって、大丈夫なのかなって思ってるんですけど、まあとりあえずこれで行ってみようと思います。生姜って結構低温になると傷んでくるみたいなんで、ちょっと置き場所が悪かったのか、早めに買って玄関のところに置いてたんで寒かったのかもしれないですね。種生姜を30センチ置きぐらいの間隔で置いていきました。これから覆土していきます。生姜の種芋に覆土しました。ちょっと傷んだような種芋だったんですけども、なんとか芽が出てくれたら嬉しいです。生姜を植え付けたところですけども、まだちょっと寒かったりするので、芽が出てくるまでビニールをかぶせて保温したいと思います。透明ビニールを貼り終えました。これで芽が出てくるまで置いておきたいと思います。ここまで夜寒い時にはトンネルにビニールかけて保温してたんですけども、もうこの先天気予報見てると5度より下になることはなさそうなので、ビニール片付けたいと思います。唾液の方が結構大きくなってきたので、ちょっと練習がてら接ぎ木をしてみたいと思います。で、ホギの方はこっちのトマトになります。手順としてはこっちのホギの頭の方をまず切り取って、継ぐ部分をささがきみたいにして鉛筆削るようにして尖らせていきます。で、こっちナスの唾液の方をスパッと輪切りみたいにして切って、そこに竹串で穴を開けて、その穴にホギを刺していきます。まずトマトのホギを切り取ります。竹串で穴を開けても結構狭いので、結構上の方の細い部分を切り取ります。こんな感じで尖らせました。ちなみに尖らせるのはカミソリの両刃の替え刃です。使ってやってます。次にナスの方を処理していきます。唾液の方を輪切りみたいな感じで切りました。で、竹串で穴を開けていきます。穴を開けました。この穴にさっき作ったホギを刺します。トマトのホギをナスの唾液に刺しました。で、これで一つ完成っていう感じになります。接ぎ木したやつらはちょっと水をかけて養生するところに置いておきます。午前中にやって置いてたんですけども、結構しおれてきちゃって暑かったんかなと思って、この養生の部分ももっと気温下がるように、上がらないような風にしなきゃいけなかったのかなって感じですけど、まあ失敗したら失敗したで仕方ないんであれなんですけど、初めて自分で接ぎ木してみてるんで、まあこれも勉強ということで、とりあえず練習がてら10株ずつ午前と午後でやってみました。とりあえず1日湿度高めで置いておくっていう感じだったみたいなんで、1回研修で接ぎ木はしてたんですけども、5、6年前かなのことだったんで全然覚えてなくて、また1からやり直してるんですけど、これでうまく接ぎ木できたらいいんですけども。で、養生してるところなんですけど、まあ、こんな感じで黒いやつで影作って、で、ビニールで湿度高めてみたいな感じでした。はじめこれだけでやってたんですけど、これだけだと暑かったみたいで、まあさっき今見てもらったように、午前中にやったやつはしおれてたんで、急遽上にもう一枚、ちょっとくすんでるビニールで日陰作っておきました。まあ今からは温度下がってくるんで、そんな、カラカラに枯れるっていうことはないと思うんですけども、まあ、様子見ていきたいと思います。